指定暴力団山口組が13団体を絶縁や破門の処分にしたと朝日新聞が報じました。処分を受けたのは総本部で昨日開かれた緊急の執行部会に欠席した山県組など関西の組織が中心と言われています。山口組では最近、篠田健一組長が出身母体の弘道会の本拠地である名古屋市に総本部を移す考えを示したといいます。これに対する反発が分裂につながったと警察当局は見ています。